横浜都市発展記念館は、神奈川県横浜市にある横浜市の発展の歩みを展示する博物館である。2003年3月開館。横浜ユーラシア文化館と同一の建物内にある。横浜市の発展と拡大に関して、都市形成、市民の暮らし、横浜文化の3つの側面に焦点を当て、関東大震災以降の歴史資料を中心に展示している。 建物は2000年に旧横浜市外電話局として横浜市認定歴史的建造物に認定された建造物を改修し利用している。管理運営団体は公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団。横浜の都市形成、生活文化の歴史に関する資料を2014年時点で約2万2千点ほど収蔵している。展示は常設展と企画展からなる。 企画展は同じ建物に同居する横浜ユーラシア文化館と共有スペースで交互に行っている。屋外展示及び1階は入場無料で見学可能となっている。収蔵品の一部はウェブサイトでも閲覧可能であり、昭和初期の横浜中心地区にあった様々な施設を当時の歴史地図上に表示した横浜歴史情報マップや大正昭和戦前期中心に、 横浜の風景が描写された絵はがき約600枚が閲覧できる横浜絵はがきデータベース昭和9年の横浜の写真306枚と解説文265点を公開した横浜グラフなどがある図録、小地図のほか2005年から横浜都市発展記念館企業が刊行されており映像でたどる昭和の横浜の映像資料などもあるまた年二回ニュースレター 浜発ニュースレターが発行されており、ウェブ上で公開されている。2015年2月に、法政大学出版局が刊行した、学術書、水イート学3の書集論文に、当記念館の展覧会図録からの流用があった、ことが7月に発覚し、執筆書の大学教授が流用を認め謝罪、出版局が、同書に説明文書を付けることで合意した。ありがとうございます。